はい、皆さんこんにちは、ワンドリングルフィッシュです。今回プレイしていくのはですね、ディズニーマジックキャッスル2マイハッピーライフの続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、デイジーのお使いをして、デイジーの仕立て屋さんの開業のお手伝いをしてきたところまで、お届けをしてきたと思います。今回はそのデイジーの仕立て屋さんに入るところから、プレイの方を再開していきたいと思います。早速始めていきましょう。まずドナルドが仕立て屋に入ってご覧ということなので、お言葉に甘えてですね、仕立て屋に入ってみましょう。ここはシールが10必要なんですね。デイジーからもいいねをもらいましたけど、これで仕立て屋さんに入るときっとコスチュームが作れたりするんじゃないかと期待して、早速ブティックに入っていきましょう。この風船を持ったお子ちゃま的な雰囲気の人が入っていけるブティックの割にはかなりゴージャスな雰囲気が漂ってますね。ここが私の仕立て屋よということで、デイジーの仕立て屋さんに入ってきましたが、帽子や服、靴にアクセサリーなんかを作ってくれるようです。まあ、デイジーはね、おしゃれが大好きだということですね。まあ、ディズニーランドとかディズニーシーのショーとかでもデイジーは、まあ、おしゃれキャラで出てくることが多いですが、まあ、それに忠実な感じですね。そして光栄にも、自分が初めてのお客様だということなので、何か服を作ってくれるのかと思いきや、服を作るには材料とペコスが必要だと。あなたはもう両方持っているみたいね。早速衣装を作ってみましょうよということで。なんかこの流されるままに洋服をお金を払って作る感じになってますけども、衣装の作り方はですね、まず作りたい衣装を見てみようということで、きっとデイジーがこんなの作れるよっていうのを提示してくれると思うので、まあその中からですね、アクセサリーみたいな単品のものであったり、全身コーデ、今ドナルドの全身コーデしてますけども、まあ、こういったものを作ることができますよと言ってます。で、衣装を作るには先ほどデイジーが言っていたように材料とペコスが必要らしいです。で、必要な材料のことをレシピと言うと。で、材料とペコスが揃ったらデイジーが魔法の分身であっという間に仕立ててくれますよと。まあ、材料が足りなかったら当然集めてきなさいと。ペコスが足りなかったらデパートで、マグダックスおじさんのデパートでは中古品を買い取ってくれるらしいので、それを売ってペコスをゲットしろということですね。じゃあ早速デイジーの、仕立て屋さんで洋服を作ってみましょう。アクセサリーしかちょっと作れなそうなんで、アクセサリー待ってくれ、ミッキーなカラフルつけ耳しかないのか今。いらねえいらねえけど、デイジーの開店祝いということで作ってあげましょう。完全にいらないけど作ってあげないとデイジーがかわいそうなんで。着替えません。ということで、ここはもう用済みかな。何、もう一着作ってみろってデイジーにペコスをだいぶパクられるな。材料が足りないんだな、きっとこれは。材料がどこにあるかわからない。材料が揃ったのか確認するのが面倒。そんな、お困りを材料入手ガイドで解決と。まずはお店で作りたいものを決めたら、そのレシピを材料入手ガイドを見るを選んで、登録しますと。これだけで、その材料入手ガイドが使えるようになるみたいです。お、ミッキーの三重詩風コーデが作れるようになるんですね。ただ小鳥の羽が持ってないようです。なんで材料入手ガイドを見て、小鳥の羽、キャッスルダウン丘の上にあるみたいですね。で、コットンの葉っぱはいくつか持ってますので、じゃあこれを材料入手ガイドに登録しましょう。じゃあ早速その丘に行きますか。どこにあるのかちょっとわからないんですけど、まずはそのちょっとね、丘を
覗いていきたいと思います。キャッスルタウンの丘の上、キャッスルタウンっていうぐらいなんで、きっとキャッスルの方、お城の方にあるんでしょうね。じゃあちょっとお城の方に向かっていきましょう。いろんな人にいいねをもらうぞ。キャッスルタウンの丘の上ってどこら辺なんだろうな。こっちの方は行けないと、行けないですね。なんかヤシの実を手に入れた。でも今欲しいのはヤシの実じゃないんだ。キャッスルタウンの丘の上、キャッスルタウンがどこにある、キャッスルタウンの丘の上、それがどこにあるかですね。ここは何なんだ、まだ行けなそうだな。なんか封印されてる。ヤシの葉っぱか。こっち行くと何なんだろう。11か。まだ行けないですね。ラプンツェルの塔みたいなのがありますけど。ここもまだ行けないな。そうなると、キャッスルタウン。キャッスルタウンだから家のある方か。きっとそういうことだな。ここはグーフィーの家だよな。ちょっともらえるもんをパクっときましょう。小麦の実、なんだこのクッキーみたいな、香ばしナッツ。ここだなきっと。あ、なんかある、明らかに羽らしきものが。やった、小鳥の羽を手に入れたので、ミッキーの三重四風コーデが作れるぞ。よし、これで急いでデイジーの仕立て屋さんに戻りましょう。このワールドバザール風の街並みを抜けてデイジーのブティックに戻ってきました。ワクワクするわねって。デイジーにお金払ってるからな。コーデから選ぶで、ミッキーマウスの三重四風衣装を作りましょう。所持ペコスが足りないと。ペコスをゲットしてこなきゃいけないんだな。ってことは、向かいにあるマグダックスおじさんのデパートに行って、物を売っていきましょう。50ペコス獲得すればいいんですよね。よし。じゃあ、このおじさんに材料を売りましょう。食材。いっぱいあるものを売った方がいいよな。なるほど。売れないと。売れないものとかあるんですね。ってことは、どうしようかな。これは売れないと。売り値ペコス。300ももらえるの。銅のバブル。これ売ろう。だってこれ結構、サクッと手に入りましたよね。ドナルドの家で釣りをしたときに。この銅のバブル、実は、金儲けの重要なアイテムかもしれない。というわけで今売ってきたので、デイジーに300ペコスを貢ぎましょう。魔法のミシンでシャ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 って、ミシンをいじってる感じはしないですね。完全にデイジーが踊っただけですが、着替えましょう。せっかく作ってくれたんで。おお、決めたね、パーフェクトコーデ。さあ、初めての
衣装を作ったってことでシールを送れ。お、くれましたね。シールゲット。これで11個目のシールをゲットしました。これ3期11個目のシールってラプンツェル風の塔のところに行けそうなんで、ちょっと早速行ってみたいな。お、何か来たぞ。手紙さん。はい、パワちゃんさん。いつでもどこでも飛んでくる。私は手紙さんよ。ここでの生活、楽しんでるみたいね。お友達もたくさんできたみたいだし、楽しそうなあなたを見て、私も嬉しいわーと。あなた宛ての手紙を預かってきたと。誰が？イェンジェット様、誰だそれ。北の塔に住んでいて、何かの研究をされている方です。さっきの、やっぱりラプンツェルの塔っぽいところ、11個目のシールが必要でしたからね。じゃあ、その魔法使いさんに、早速会いに行ってみたいと思いますが、何か相談事があるらしいですね。ちょっと気が早速重くなってきましたけど。進まなそうなので諦めて行きましょう。あ、で、王様のところに行ったら新しい挨拶は覚えられそうな、アドバイスが今出てたんで行ってみますか、そこも。この11個目のシールが必要なラプンツェル風の北の塔に向かいましょう。ただ、その前に、寄り道をして、王様から新しい挨拶をもらっちゃいましょうね。新しい挨拶を教えておくれ、と。うん。お主はおしゃれじゃなと。ええー、新しい挨拶は。シールを8枚詰めたら教えてくださるぞと。いや、もう8枚あるし。やったー、新しい挨拶を教えてあげようということなんで。大臣がこういう挨拶をするみたいです。ちょっと見ていきましょうね。キョロキョロ見渡す。これって挨拶か？挨拶とはとても思えないんだけどな。まあ、ただ、挨拶らしいんで。挨拶、キョロキョロ手を見回すを、じゃあ、左に、じゃない、右に設定しましょう。見渡しました。これ失礼だと思うけどな。人前に来て、俺？みたいな雰囲気ですよね。じゃあ、北の塔に行ったら早速、キョロキョロ見渡す挨拶をかましてやりたいと思います。こういうところでちょこちょこ採集しておくと後々楽になるんだろうなぁ。というわけで、採集させてください。見つけちゃったんで。で、11個目のシールをもらったんで、ここの封印を解いていきましょう。これマーリンに見えるけどな。イェンジェット。来たか、パワちゃんよ。私はイェンジェット。イェン、シットですね。ごめんなさい。そなたを呼んだのはこの私だ。ということですが、マーリンとはちょっと違うのか。ちょっと知らないキャラだな。勉強不足ですみません。何の、作品で出てきたキャラなんでしょうね。で、イエンシットからは、お化けといういたずら者たちが存在していて、まあ困ってるっていう感じなんですかね。研究してるらしいんですが、お化けについて。まだよくわかっていないと。しかし退治する方法は見つけた。きらめく光の魔法が唯一お化けを退治できるのだ。ただ、この魔法を使えるものは少ない。きらめく光の魔法が使えるのは優しい心を持ち、強く夢を信じ決して諦めないものだ。パオちゃんよ。気づいておらぬだろうが、そなたにはきらめく魔法を使える素質がある。やったー。魔法の杖を手にすれば力を使うことができるはずだ。パワちゃんよ。
この魔法の杖を受け取り、そなたの魔法の力でもって皆を助けてはくれぬか。助けましょう。ステッキをもらった。やったぜ。キャッスルタウンに行って話を聞いて、まあ、みんなを助けてあげてくださいということなので、これで、12個目のシールですね。ゲットしました。じゃあ、キャッスルタウンに行って、みんなをじゃあ助けてあげますか。その前になんかシール12個で入れる何かがどっかでさっき見た覚えがある。ここか。ここが、キャッスルダンジョンなんだな。じゃあキャッスルダンジョンに早速入っていきましょう。封印されてたキャッスルダンジョン。へえ、この先にお化けがいるんで通行禁止になってるみたいですね。人の大切なものを持って行ったりするんですよと。まあ、ただ私は王様からそのじゃないイエンシッドからお化け退治を命じられているのだ。そこをどきたまえ。エピソードボードから冒険の出発地点にあるエピソードボード、ここからショートストーリーを楽しむことができるよ。シール枚数でエピソードを選ぶことができます。ということですね。出発前に冒険中に手に入りそうなアイテムをエピソードで確認できます。ということで、なんか、材料集めとかもこれでできそうな感じなんですかね。試しに、早速やってみましょう。チップとデールの探し物、やってみまーす。こういうものが手に入ると。それありがたい。おすすめのコーデで出発。何なんだ、おすすめのコーデってそもそも。お、チップとデールだ。どうしよう、デール。いくら探しても見つからないよ。工房の棚や引き出しはもちろん、ペットやお風呂の中まで探したのにな。もしかしたらお化けが持って行っちゃったのかな。チップとデールのことだからどっかに置き忘れちゃったとかありそうですよね。君は誰だい。僕たちに何か用かな。チップとデールのポジションがよくわからない。新しくここに来た人ですかと。まあそうですと。僕はチップ、はじめまして。決まってるね、チップ。これは赤鼻のデールの方ですね。チョコチップ鼻血デールというふうに覚えるみたいです。鼻が、チョコのような色をしているのがチョコチップで、鼻が赤い鼻血が出たみたいになっているのが鼻血デールということで、チップとデールの覚え方ですね。僕たちはキャッスルストリートにある工房で家具を作ってるんだよ。でも今は臨時休業中だけどね。あ、なんかそんな話ありましたね。機械の歯車がどこかに行っちゃって今作れない状態になってるってことでしたね。これ助けたらきっと家具屋さんがチップとデールが再会してくれるんじゃないかな。ふんふん。チップとデールはお化けが持っていっちゃったんじゃないかと思っていて、この中のお化けが持ってるんじゃないかというふうに思ってるようですね。じゃあ代わりにこのパワちゃんが見てきてあげようと。まあそういう流れですね。冒険スタート。チップとデールの攻防です。街の人たちに、悪さをするお化けを光の魔法で退治しよう。 A ボタンで魔法を打つよ。 A ボタンをいっぱい押せば連続魔法攻撃。お化けが落とすオレンジの色の球を落とすと体力が回復します。ちょっとまず打ってみますか。あ、なるほどね。これが連続だな。ほうほうほう。ああ、閉じ込められた。そしてお化けだ。連打してるだけで済むんでとても楽だ。何、ステージクリアボーナス超早い。部屋にいるお化けを全部倒すと魔法石がもらえるみたいですね。
よく休もうと。あ、これでクリアじゃないんだね、やっぱり。ポコッポコッっていうことで、アイテムを回収したら、ホールに乗って、次のエリアに進みましょう。Y ボタンで強力なスペシャル魔法。ただマジックポイントを使うみたいですね。早速ちょっと使ってみたいな、それは。お、これが、噂のスペシャル魔法だな。まだここは最初の面なんで、もう本当に連打してるだけでクリアできそうですね。じゃあ奥へと進んでいきまーす。なんかアイテムがもらえそうだ。回収しときましょう。お、なんかボスキャラみたいなのが出てきた。ボスバトル。回避ボタンとかどうやってやるんだろう。お、歯車だ。じゃ、これをチップとデールに持って行ってあげましょう、回収して。しかもでっかい宝箱だ。冒険をクリアするとこの魔法の宝箱がもらえるみたいですね。集めた魔法石を宝箱に全部入れてアイテムを抽選。魔法石の数が多ければ多いほど、レアなアイテムがたくさん出ますと。ちょっと今回あんまり魔法石の数とか意識しないでやっちゃいましたけど。レアなものが出たとは到底思えない。厚手の布にミニトマト。町へ戻りましょうか。じゃあこれに乗って。いいことをした気がしますけど。歯車ですね。歯車が見つかったってってチップ。すごいや、いくら探しても見つからなかったんだって。お化けが持ってたんですもんね。そうです、パワちゃんが取り返したんですよ。じゃあこれで家具を1個送れと言いたいですよね。きっとペコスが必要なんだろうな。さあこれで機械を修理できるよ。よし出る、すぐに取り掛かるぞということで、その恩人であるパワちゃんに何か送れ。できればペコスが欲しい。13個目のシールもゲットしました。じゃあ早速チップとデールのその家具屋さんとやらに行ってみますか。ちょうどシール13個っぽいし。というところでどうしようかな。ちょっと長くなってきてしまったので、チップとデールの家具屋さんに入るのはちょっと次回に持ち越しをさせていただいて、今回はここまでにしたいと思います。というわけで、最後までご覧いただいた方ありがとうございました。次回はチップとデールの家具屋さんに潜入してみたいと思いますので、ぜひぜひそちらの方もお楽しみにしていただければと思います。というわけで、今回はここまで。